2018年4月3日10時特集 GO ベガルタ仙台。ベガルタ仙台は2日 MF 奥野博明28が左膝内側側副靭帯靭帯損傷で全治約6週間の見込みと診断されたと発表した。3月31日の J1 リーグ長崎戦ビュアスタで負傷した。奥野は今季 DFOE は MF 富田と3人制主将の1人に就任。ここまでリーグ戦全5試合に先発し、4試合でフル出場。豊富な運動量で攻守に活躍し、リーグ戦2位と躍進するチームを引っ張ってきた。過密日程を戦うベガルタにとって、痛恨の離脱だ。今、あなたにおすすめ。